ユトツ3本目来るか、きたー、しかも2-4-1といって自分たちの、最後に攻める時間をしっかりと残しながら攻めましたね。今日はこれで2ポイントは5分の0です。3ポイントが2分の1、フローター高く浮かせました河村勇輝です。会場もちょっとね、どよめきましたね。おおって言ってましたね。そうですね、2桁得点に乗せました。河村もコートにいます。今ゴール下です。河村のスリー、リバウンド横浜が持っています。セカンドチャンス、今度は進入切り込んでスピードブロック、ジャスティン・マックです。ノーファウル、いいブロックでしたね。湧いていますホワイトリング。さあ前に出るか信州、石川からジャスティン・マック、こっちをブロックしましたね。ヘルドボールという判定ですね。ジャンプボールシチュエーションになります。いや、両チームともにね、素晴らしいブロックの攻防でしたね。はい、2人以上の選手が同時にボールを掴んで、どちらもボールを占有できない状態、ヘルドボールでジャンプボールシチュエーション。このクォーター、信州ボールで始まったので横浜ボールで再開です。5分を切りました第4クォーター。オリバー打つか、河村に託す。河村のスリーポイント、これがきます。先ほどと同じ位置ですよね。再三この右45度の位置からよく狙ってますよね。河村スリーポイント4本目、25得点です。そしてオフィシャルタイムアウトに入っていきます。横浜がいい形で斉藤さん、オフィシャルタイムアウトに入っていきました。そうですね、ただ両チームともに、ね、素晴らしいディフェンスがありましたし、はい、その中で河村選手が得点を決めたというのは、さすがだなというふうに思いますね。はい、河村本人も30得点だったり2桁アシストというのはどちらかにフォーカスすればできるかもしれないけれども、ゲームにとって何が大事かというところを意識してプレーしたい、そんな風に話していました。ということはね、やはりこの今の時間帯、2ガードで出ている、その得点能力、そしてアシスト、クリエイトする力っていうのをやはりこう期待されているんだと思いますし、それにしっかりと応えましたよね。はい、改めてご覧いただきましょう。ね、素晴らしいブロックでしたね。ジャスティン・マッツのブロック、こっちも素晴らしかったですね。ブロックのやり返し、今度はスコット。共にコートにいます。そうなった時にね、やはり河村選手がこう落ち着いてプレーしていますよね。早い、そして決めた。30点に乗せました河村勇輝です。ちなみに今シーズンの最多が、キャリアハイにも当たるんですが、12月6日の富山戦42得点というのが河村勇輝にはあります。どのチームも河村選手にはやらせないようにっていう風にディフェンスしている中で、今日もそうですけども、やはりこう得点を積み上げていく、しかもリーグ1位の今平均得点を上げているっていうのは素晴らしいですよね。どのチームもやはり対河村って絶対やってるのでね、その中で得点を入れられるのはやっぱり素晴らしいですね。